レッドフォード軍区はアメリカ合衆国ミシガン州ロワン半島の南東部ウェイン軍の軍区である。ある程度の自治権を付与されたチャーター軍区の形態をとっている。軍区が同時に国勢調査指定地域をインディアンや開拓者が渡った場所をレッドフォードと呼んだから選ばれた。レッドフォード軍区にはグリーンフィールド道路がすべて入っていたが、1920年代軍区の東部が デトロイト市に併合された。1926年、軍区はミシガン州議会によってチャーター軍区の状態を与えられ、それ以上の併合がないようにした。1918年、6マイル道路と7マイル道路の間、ファイポインツ道路沿いに、ファイブポインツという郵便局があった。レッドフォード軍区には、ホザンナテーバーエヴァンゲリカルルーテル教会と学校があり、 その雇用に関する監修が2012年、コザンナテーバーエヴァンゲリカルルーテル協会と学校対雇用機会平等委員会事件としてアメリカ合衆国最高裁判所で審問された。宗教的組織の指導者選別について連邦政府の差別禁止法は適用されないと判断された。電子部品、機器のチェーン店であるフレッターはレッドフォードで最初の店を開いた。 レッドフォードにはクラウドシティスタジオがあり、バンドのウォールズ・オブ・ジェリコがデビューアルバムであるフロム・ヘルを録音した。レッドフォード軍区はデトロイト市西の郊外にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍区全面積は11.2平方マイルであり、すべて陸地である。ルージュ、川中支流が軍区内のローラバレー公園の中を流れている。 ルージュ川のもう一つの支流であるアシュクルフトクリークは、軍区の南東隅を約半マイル流れた後に、デトロイト市のルージュ公園に入り、さらにルージュ川に合流する。ルージュ川のさらにもう一つの支流である、ベル川は、ウェスタンゴルフクラブとベルクリーク公園を流れている。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。2000年から2010年の10年間で、 アフリカン・アメリカンの人口は約2倍になったが、総人口は6%減少した。アメリカ合衆国国勢調査局が2000年国勢調査の時に、レッドフォードチャーター軍区を国勢調査指定地域及び公共の緑地に転換された。レッドフォード・マーキーは2008年7月に開館となった。図書館は町の再建850万ドルで手配された。この 床面積58,600平方フィートの施設は99年間1ドルでリースされている広さ2.6エーカーの土地に建てられた。図書館の蔵書は書籍、雑誌合わせて10万冊、CD、レコード、カセットなど視聴覚資料2,500枚である。さらにビデオが2,500巻ある。レッドフォードは音楽家、テッドニュージェント、 アメリカンフットボール選手スティーブンはシルの誕生地である。フォークミュージシャンで作詞家のスフィアン・スティーブンスの歌、レッドフォードは2003年のアルバムミシガンに初集であり、彼の祖父が住んでいたレッドフォード軍区で過ごした子供時代の経験を静かに語っている。レッドフォード軍区は国際姉妹都市協会に登録する姉妹都市関係を下記の2都市と結んでいる。ありがとうございます。